皆さんご機嫌いかかがですかままりですす先日は「I'm not in love」のプレミアへの応援ありがとうございました実はプレミアしてる時はあのくる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 がいっぱい出ちゃって何かあの私の w i f i がいけないのかなと思ったんですけどみんなの,あの環境もそうだったようで何でしょう YouTube 自体が何か起こっていたのか、うん、電波障害というか電波妨害というか 私のビデオが重かったのかなとかも考えましたけど、えー、プレミアが終わってすぐにもう一度見たら全然あの普通に見れたので何なんだろうなと思ってせっかくプレミアしたのに非常に残念だったなと思いました、えー、ここのところね、あのー、ずっとこう、まあ、ブログにも書いてるんですけども80年代の,あのポップシンセポップトリオのアハ のアハと日本では言うと思うんですけどアハの,あの音楽に目覚めたというか非常にね可愛らしい男の子三人で、うん、まああのアニメーションのねビデオが非常に MTV でヒットしてその印象が強かったですね。うん、で今ねあの私がねそのデビューアルバムの中でねあのまだあの買ったばっかりで全部聴き込んではないんですけども。 やっぱりすごいいい曲がいっぱいあるんですけどその中で「The Sun Always Shines on TV」という曲があるんですけどもそのビデオをねあのオリジナルビデオを見てて思ったんですけどもあのキーボードの,、ね、あの方がね手をパンパンパンってこう「ポップバンドだよ」みたいな <laughs> そういう感じで大げさな身振りで弾いていた多分それはディレクターに言われてそうしてたなと思うんですよ。 ギターの方もねだから半分アーティストで半分アイドルみたいなところがあったと思うんですけどもああいう感じの大きな振りがなければそこまでアイドルだと思われなかったなって私はこれを見てて思ったんですよ。それはベーシティ・ローラーズにも言えることでベーシティ・ローラーズは振りが大きかったっていうよりはあの口パクが多かったんですよね実際演奏できるのに口パクでやらされた番組があまりにも多くて。 それで演奏ができないという噂が流れたり憶測が生まれたりしたんですけれども結局ベーシティ・ローラーズもちゃんと弾けるバンドだったというちゃんと歌えるバンドだったということなんですよ。アーハーハの場合も私が非常にこれ遅咲きファンであって他のファンの方々はみんな彼らが素晴らしいミュージシャンたちで素晴らしいソングライターたちだというのは <laughs> もうすでに分かっていらっしゃるんですけど。 私はその3人のポップバンドでアイドルっぽいっていうイメージしかなかったんですよ。それでそうですね。あのまあアニメーションのビデオは画期的だったとは思うんですけれども、なんか自分がすごい引き込まれたっていう感じはなくてで、メンバー3人も今覚えば、その頃は私のすごいタイプではなかったんですよね。あの非常にね。そのボーカルの彼もね。あのー、今。 確かかか歳ぐらいですかなんかデビューするのにすごい時間がかかったんですよね「あのテイコンビもなんか3回か4回リリースし直してようやくヒットしてるっていうね、まあ、すごいまあレーベルも諦めなかったっていうところはすごいんですけどもうよ曲折あってスターになったんですけれども今の彼らっていうのが一番渋くって何、うん、て言うのかな落ち着きがあってでもねあのボーカルの方ね 非常にに本当にカリスマ性があってね若い頃も今もそうですけれどももうそこにたずんでいるだけでねスターっていうねサングラスしててもかっこいい外してもかっこいいでも彼のキーはね彼のこれ目玉はね非常にカジュアルな姿でステージに立つということですね T シャツとジーンズとかねそういうねあの ちょっっと帰り道ににステージに寄ったよみたいなところがね <laughs> めっちゃセクシーなんですよこれが。で他の2人はねあのギターの方彼が彼がねどちらかというとバンドのね音楽的頭脳というかねたくさんの曲を書いているんだけれども、まあ、スタジオで一人コツコツと音楽をねあの積み重ねていくみたいな作業を今でもあのしてて非常にかっこいい。 とにかくかっこいい渋いとかよりも音楽がねすごいですよマンハッタンスカイラインとかね素晴らしいですよね何ていうかこの一筋縄ではいかない曲ばかりですよそのあっさりポップっていう感じじゃなくていや芸術的な作品が多いんですよ私ほんとびっくりしましたアルバム1枚ずつ全部買って聴こうかなと思ったんですけど私やっぱり CD が好きなんで でもあんまり調子込んで買ってるとあれだからと思って、とりあえずまずね、一番最初と一番最新のを、ね、買ったんですけども。I'm talking about the band AHA.I've been listening to them during the last few days.I、um, knew of them, of course.But anyway, I've been listening to AHA i n been very impressed.I was thinking they were like a pop idol band, but they weren't. Amazingly, their songs are so complicated and moody and so beautiful. And they are older and wiser and cooler and better. They are better than ever.